公益財団法人将来科学技術振興財団とは、科学技術の基礎研究、振興などに功績ある研究者を助成することを目的に設立された公益法人、元文部科学省所管。ハリマ成グループ株式会社の創業者、小長谷川末吉名誉会長が、1982年に科学技術功労者賞を受賞したことを記念して、 1> 翌1八十三年に、ハリマカセから、基本財産の拠出を受けて設立された。1八十三年度に、第一回七名の研究者に研究助成金を、贈呈して、以来、第三十八回には二十一名に、総額二千百万円を贈呈した。これまでの研究助成者数は、総計で六百七十七名、助成額は累計で七億三千九百万円に、 達する。2001年にノーベル科学賞を受賞された野寄義春博士。2010年にノーベル科学賞を受賞された鈴木明博士が研究助成を受けている行列のできる法律相談所などのテレビ番組に出演する住田裕子弁護士は兵庫県加古川市の出身で、張りまかが兵庫県加古川市を本拠地とすることから2006年より 将来科学技術振興財団の幹事に就任している。1983年3月1日、張リマカせ工業株式会社から基本財産の拠出を受け設立。ありがとうございます。